You're listening to Shibuya Cross FM. はい、皆様こんにちは。ミセスユニバースジャパンチャンネルの時間となってまいりました。毎月第1木曜日の1時から1時50分で女性の美を応援する、そして女性の自立を応援するというようなコンセプトでミセスユニバースジャパンチャンネルを行っております。今日はですね、いつもゲストの方が、ね、たくさんいらっしゃって、本当に前回もミセスユニバースジャパンの今年のね、優勝者ですとか準優勝の方が来てくださっていたんですけれども、今日は私ね一人なんですね。なんですけれども、後ほど実はこの時間の後にずっと番組を持っていられる太田さんがですね、ゲストで来てくださりますので、ちょっと今日はプロデューサー目線での美とは、ね、どういったものかっていうお話もお伺いしていこうと思っております。はいね、皆さんいかがですか。9月になっておりますけど、はい、私たちはですね、9月というと、いつも7月の末にミセスユニバースの日本大会を行っているので、そう9月っていうとですね、もう来年の準備に入っているんですね。で今回今年で言うと9月の23日の日にミセスユニバースの2025年の説明会っていうのをね、第1回目開催するんです。そうなので、もう本当に8月ですとか9月のそこまでの時間っていうのは、昨年度の反省会だとか、ね、あとは昨年度出てくださった方の、ね、お声だとかをね、たくさん聞いてアンケートを取ったりっていうことをして、来年どういうふうにコンテストやっていこうかなっていうような、はい、改善ですとかね、計画をずっと立てているっていう9月なんですけど、本当皆様はね、どんな9月を、ね、お過ごしでしょうか。なんかもう9月になると今までずっと暑かったのに、なんかもうね、あと3ヶ月で今年も終わるんだみたいな気持ちになりますよね。はい、ね、でミセスユニバースというと結構皆さんどんなイメージを持っていただいているでしょうか。よくもともとね、綺麗な方が出ているんじゃないかだったり、あとは自分に自信がある、ね、そういった方が出てるんじゃないんですかっていうふうに言われることも多いんですけれども、と実際はそうではなくて、自分に自信がないだとか、それこそ本当は心の中でもっとやりたいっていう気持ちを持ちながら、なかなか今までは、例えば目の前の仕事だったり子育てだったり、そういったことで自分よりも周りのことを幸せにするっていうことを頑張ってきて、なかなか挑戦できていないっていうような方、なんかそういった方が人生で1回ぐらい自分に向き合ってみたいなっていうような思いでコンテストに挑戦してくださっていることがそう多かったです。そうなので、私たちなんかミセスユニバース実際何をやるかというと、ちょうど12月まで募集をしていて、募集期間というのは面談を行っているんですけれども、その後1月からの早期間っていうところでは、毎月一度土曜日に、去年は東京と大阪だったんですけど、何人ファイナリストの方がいるかによって、その前は福岡もあったり場所が変わるんですけれども、毎月1回ビューティーキャンプっていう名前のレッスンをするんですね。そうで、レッスンっていうと皆さんどんなことされると思いますか。はい、レッスンっていうと結構ウォーキングとかメイクとかね、スピーチとか自分のことを磨くっていうようなね、レッスンを想像される方が多いと思うんですけど、実際そういうこともやるんですけど、私たちの場合はなんか内観っていうことをすごく大事にしてるんですね。なので半年間かけてレッスンがあるんですけど、もうその中でもとにかく自分のことも知って、で相手のいいところから学ぶっていうことをすごく大切にしています。そうなので、なんか私も大学生の頃に大学のミスコンに出て、そこから
モデル事務所に入ったりっていうことを20代の時はしたことがあるんですけど、なんかその時ってどうしても周りはライバルじゃないですけど、じゃあどうしたら自分が選ばれるかなとか、ね、人より目立つとかね、なんか人よりどうしたら印象に残るんだろうとか、まあ、そういったどうしても競争っていうことを考えてしまっていたことがあるんですけれども、なんか実際海外に行ったり、あとはコンテストになると、なんか全く、ね、コンテストと言いながら競い合う競争ではなくて、私たちよく共に作る競争っていうふうに言っているんですけれども、まあ、本当に実際は自分のいいところを見つけると、私はこういった部分で人のことを幸せにできたり、人に貢献することができる、そうで、あなたは逆にこういうところがすごく素晴らしいっていうようなことに気がついていくので、なんかどん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 人と比べるとか、自分が人より劣っているっていうことで、ね、落ち込むとか、はい、なんかそういうことがね、なんかどんどん減っていくんですね。そうなので、やっぱりね、コンテストっていうとなんかすごい競争の世界で大変じゃないのなんて言われることがあるんですけど、実際皆さんすごくびっくりされるのが、もう本当にファイナリスト同士みんなすごい仲がいいっていうことと、あとは同じ年代だけではなくて、前の年に出ていた方だとか、そういった方も、もうそれこそ5年前6年前に出てた方も例えば次の年の大会を見に来てくれるだったり、ね、クリスマスパーティー来てくれるだったり、なんかそんな形でコミュニティとなって続いているっていうのが、なんかすごく大きな、そう、特徴かなっていうふうに、そう思っております。はい、ね、でも本当に皆さんすごい性格も変わるし、見た目も変わるんですよね。私なんかなんでだろうって思ったところ、やっぱり一つ目はもう3つあるかなって思うんですけど、1つ目はもう絶対にプロの先生たち、それこそウォーキングでもメイクでも、もう絶対にプロの先生たちが教えてくれるので、もう、ね、それだけやっぱり美容院、なんか髪だったら美容院とか、ね、メイクだったらヘアメイクさんとかあると思うんですけど、それぞれのプロの方にプロデュースされると、なんかもう変わらないことはないっていうぐらい、ね、まずみんなにプロの方にプロデュースしてもらえるっていうのが一つ。そう、あともう一つはやっぱり仲間から学ぶこと。やっぱりね、なかなかその普段いつもいつも褒められたり、自分に向き合って私の特技ってここだっていうことって毎日考えないで生活することも多いと思うんですけど、やっぱりコンテスト期間中っていうのは、ね、日々、ね、向き合うんですよね。はい、で最後もう一つの、なんか皆さんがすごく変わる理由っていうところがね、なんか期限があるところという、なんかとはいえ、なんかミセスユニバース日本大会っていうこの日にちがあるので、 そこに向かって、なんかもうずっと、なんだろう、いつか痩せたいとかね、なんかいつか何かっていうとなかなかスイッチが入んないこともあると思うんですけど、そう、期限があるので、ちょっとここに向かって頑張ろうっていうことで、そう、皆さん頑張ってくださるところがあるかなっていうふうに思っております。はい、ではですね、音楽の後はまたゲストの方をお呼びしたいと思いますので、トカーモスのシャボン玉お願いいたします。二人にしかわからない。
ではですね、もう今日の特別ゲスト、ね、急遽なんですけれども、いつもミセスユニバースジャパンチャンネルの次の時間で太田 P のねスペシャル番組を持たれている太田 P にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。太田 P の部屋の太田 P こと太田勝樹です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで急遽ゲストを呼びいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。太田 P の部屋ってどれぐらいやられてるんですか？太田 P の部屋ですね、この、ね、この番組の後木曜日の午後2時からなんですけど、もうね2018年からなんで、すごい、今年で7年目。すごい、結構フル株の番組になりました。あ、じゃあもうこのラジオの中でも本当にフル株ですね、はい、うん、そうですね、渋谷クロス FM さんのな、うん、ね、たくさん今200ぐらいあるのかな、番組がの中でも割ともう古い方に入ってると思います。すごい。じゃあ7年間、はい、やっぱりプロデューサーっていう立場で、はい、いろんなプロデュースしてる方ですとか、はい、そうではなくて、まあ、はい、アイドルだとかモデルさんだとかそういった方をゲストに呼ばれているっていうことですね。そうですね、毎回僕の番組、僕がパーソナリティで、まあ、今ね、うん、座ってらっしゃる位置に僕がいるんですけど、はい、毎回ゲストを呼びして、うん、で結構本当に今おっしゃったように僕はちょっと本業がプロデューサーで、まあ、例えば映画ですとかドラマですとか CM、 映画とかドラマとかもやられてるんですね。そうなんです、それのキャスティングをやらせていただいてて、うんうんうん、はい、なので、まあ、例えば俳優さんですとか、まあ、もちろんラジオ局の音楽の方、アーティストさんとか、うんうんうん、まあ、今言われたようにアイドルさんとかモデルさんも来られたりで、基本的に、まあ、こちらもそうですけど生放送なんで、うん、その宣伝したいタイミングで、例えば映画だったら、まあ、今日もです、この後木曜2時、この2時から僕実はまあ番組があるの で、はいはい、で今日もゲストさんいらっしゃるんですけど、今日も女優さんがいらっしゃって、映画の公開の宣伝で9月7日から公開の映画の宣伝で来るということで、この9月5日のタイミングで来ていただく、バッチリですね、2日後そうなんですよ、だから皆さんそのタイミングに合わせて来ていただく形なんで、結構いろんな方が、いろんなジャンルの方が、今日はだから2組なんですよ、実は僕の番組。あ、1組だけではなくて普段は1組なんですけど、はい、今日ちょっとタイトでして、うんうんうん、女優さんともう1組はフルート奏者さん、はい、すごい、ここでもフルートを弾かれるんですかね。フルーティストさんがいらっしゃるんで、うん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 、おそらく今フルートを持ってきていただくんで、素敵、この昼下がりのこの渋谷クロス FM のスタジオで、うん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 、フルートの音色がこの渋谷のね、街にも流れるという感じでね、素敵。そうか、でもキャスティングやられてるっていうことなんですけど、はい、なんかキャスティングって言うとやっぱり選ぶ立場じゃないですか、うん、はい、まあ、そんな偉そうでもないんですけどね、うん、でもプロデュースね、はい、この人だったらなんかこう光る原石を持っているなだったり、うん、キャスティングの時に、はい、あ、ね、絶対この人だって思う瞬間というか、うん、そういったポイントってありますか？ね、本当になんかいろんなポイント、あとケースバイケースはあるんですけど、うん、まあ、いわゆるそのオーディションっていうのをやらせていただく時に、僕がまあオーディション させていただく側として立ち会うときは、ちょっと、まあ、僕自身がすごく重視しているポイントがあって、それはね、声なんですよ。声が、まあ、例えば俳優さん女優さんみんなそうなんですけど、セリフを喋る声ってツールじゃないですか、はい、で声ってすごく特徴が出るところなんで、なるほど、僕はもちろん容姿ですとか、はい、もちろん見ますけども、うんうんうん、割と声を重視して聞きます。だから例えば皆さんこう僕らが質問したことを一生懸命考えて答えてくれるんですけど、僕は実はその話す内容よりも声を聞きたくて質問してるみたいな。だからその人の声で僕結構人を記憶したりする癖がある。そうなんですね、はい、じゃあキャスティングをする時も、うん、あ、はい、この声の感じだったらこの役に合ってるな、はい、そうです、まさにそういうことですよね。っていうこの声でセリフを喋って、はい、このセリフを喋っていただきたいとか、結構イメージさせていただきます。まあ、今ね、そう、ラジオもまさにこう僕ら声じゃないですか。そうですね、ちょっとこう特徴的なちょっとハスキーな声されてますもんね、うん、でも僕それすごくね特徴的でいいと思います。そうなんですね、はい、実はコンプレックスだったりします、はい、あ、そうです、そうです、で、私、うん、腹式呼吸ができていないというか、はいはいはい、そう、結構大きな声出なかったりするので、はいはい、あ、もうレッスンしないかなとか思ってたんですけど、いやいやでも、うん、例えば表現する上では、うん、その人と違うっていうのが武器になったりすると思うので、なるほど、はい、女優さんとか俳優さんだったらその声の方が結構気になったりします。へー、あ、でも新しいですね、声って。そうかもしれないですね、僕はちょっと意識して、うんうんうん、どちらかというとそれ例えば演技系の方はそこをちょっと意識するかもしれないですね。あ、そうですよね、はい、確かに確かに。あ、でもね、こう、うん、ミスコンとかミセスコンとかね、はい、やられてらっしゃるんでちょっとまた違うかもしれないですね、視点がね。
そうですね、はい、声というよりは、うん、本当に1分間のスピーチであれば、うん、1分間という短い時間で、うん、どれだけ自分がの人生で学んだことをまとめて、なるほど、そう社会にできることっていうのが届けられるかっていうところ、なんか楽しんだもん勝ちみたいなところが結構ありますね。いやなんかね、僕いつも、この番組は木曜日の1時、はい、第1木曜日ですよね。あ、そうです、はい、でなんかいつもなんか木曜日の第1木曜日はなんかキラキラした方がティアラとかがいつもティアラして、はい、すごく豪華ゴージャスな方がいらっしゃってるなと思って、うん、はい、ね、結構みんなそういう方がゲストにおられる。そうですね、コンテスト出てる方が結構ほとんどですね。すみません今日こんな野郎で地味な野郎で、でも本当プロデューサー視点のお話聞きたいなと思って、はい、今声っていうような あの話があったんですけど、うんうん、でもたくさん綺麗な方見てると思うんですけれども、うんうん、まあ綺麗な方もいらっしゃるし、はい、かっこいい方もいらっしゃるし、うん、そうですよね、まあ、でも個性的な方も、うんうんうん、本当に表現の世界なんで、はい、いろんな方がいらっしゃいますけどね、うん、のすごい聞きたかったのが、うん、はい、太田 P の考える、うん、なんか美しい人っていうのはどういう人かっていうのが聞きたかったんですよね。あ、やっぱり、うん、ね、先ほど言ったように僕らそのもちろん容姿も見させていただきますけど、うん、この業界も綺麗かわいい人いっぱいいるじゃないですか。いや本当そうですよね、いっぱいいるじゃないですか、うん、でもちろんね本当にそれぞれ皆さん違う個性を輝きをね、うん、放ってらっしゃるんですけど、うんうんうん、やっぱり内面というか、うん、その綺麗さプラス、まあ、かっこいいプラス、うん、まあ、その人の個性というか、なんかその奥行きが出るのはその方が、まあ、例えばどういう、例えば表現する上で、うんうんうん、僕が大事にしている言葉っていうのがあって、ちょっと四文字熟語になっちゃうんですけど、創意工夫をされてる方、その創意工夫っていうのを例えば表現する俳優さんでも、その演技を表現する上でもそうですし、例えば音楽の方だったら、うんうんうん、歌を歌ったり演奏される時もそうですけど、うんうん、その独自の創意工夫をされてて、自分なりのそのいわゆるアイデンティティというか個性をどれだけ出せてるかっていうことで、なんか魅力が増すなって気がします。でも本当に綺麗っていうと、うん、なんかつい、うん、なんか見た目のそれこそ顔が小さいとか、うん、背が高いとか、そういうふうに見た目のことを考えてしまうと思うんですけど、はい、やっぱり、ね、そうではなくて、うん、美しいっていうと、うん、なんか全ての、うん、なんていうのかな、パッケージだなって思うんですけど、はい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 、それこそ話し方だったり、はい、考え方だったり、はい、行動の一つ一つっていうところから、うん、なんか美しさって作られてるんだなっていうのが、いや本当にそう思いますね、はい、もう創意工夫っていいですね、うん、創意工夫されてる方が皆さん結構やっぱりそれぞれの分野で、うん、やっぱり最終的に活躍されてたり、それは必要とされてたり、うん、やっぱり創意工夫するがゆえにその人の個性が出て、結果的に皆さんから人気が出たりとか、うんうんうん、例えば俳優さんとしても需要が高まったりとか、その部分は大いにあると思いますね。ちなみに太田 P はどんな風に創意工夫されてるんですか？僕はだからなんか、ね、まあ、ちょっとラジオやらせていただいてますけど、うん、はい、基本的には僕裏方と思ってるんで、うんうんうん、まあ、この番組ではもちろんね、この出役としてパーソナリティやらせていただいてますけど、基本的にはゲストさんを迎えてゲストさんのお話をどれだけ引き出せるかっていうことだと思ってるんで、まあ、皆さんの魅力を引き出すことが僕の仕事だと思ってるので、うんうんうん、僕自身が輝くっていうよりは皆さんに周りの方を輝かせるっていう、はい、番組もなんかゲストさんがこうすごく楽しんでいただいたら嬉しいなっていうふうに思ってるんで、でもね、こうやってこう聞かれる側ってすごく新鮮ではあるんですけどね、なんかもちろんこの渋谷クラス FM さんで何度か他の番組さんとコラボさせていただいて、はい、うんうん、お互いにゲスト行ったりっていうのをやらせていただいてる、はい、でもなんかやっぱり普段から聞く側の立場なんで、聞かれる側のね、もう新鮮で、本当ですか？じゃあちょっともうちょっとあと5分ほどになるので、はい、もっともっと聞いていこうと思うんですけれども、太田 P について知りたいっていうことで、うん、そんなに知りたい、はい、いつからプロデューサーなんですか？結構もう長いですよ、はいはい、だから割と学校出て最初に入った放送局があって、そうですね、でも どのぐらいかな、映画とかのキャスティングやらせていただいたり、宣伝とかやらせていただいたのが、うんうん、もう20後半ぐらいからだったんで、じゃあもう学校出てそう一番初めからそういう、はい、なんだろう、うん、制作会社というか、はい、そういったところにはいらっしゃったんですね。放送局とかにいましたね、放送局に、うんうんうん、はい、割とマスコミには割と長く関わらせていただいてて、はい、ね、
じゃあもう人生半分以上プロデューサーっていうことですね。そうなのかな、半分以上、そうですね。だから太田 P の部屋の P は、はい、プロデューサーの P とパーソナリティの P で、あ、そうなんですね、ダブルミーニングなんですよこの曲ではね。あ、プロデューサーだけかと思ってた。パーソナリティもやってるしプロデューサーも、はい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 、でもパーソナリティなんで P ですよね。あ、そうなんですね。じゃあ私もちょっと大島 P ってここではね、言えますね。和江大島和江 P でもいいですよ、はい、パーソナリティにはなってますかね。なるほど、はい、そっか。今までプロデュースした方で、うん、なんかこの方は変わったなっていうエピソードとかありますか？うん、変わったな、はい、この方は本当に自分がプロデュースしたことによって、うん、例えば性格も見た目も、ね、活躍できる場も変わったなとか。いや、あのね、変わったなっていうかね、まあ、僕がプロっていうか、まあ、作品としてプロデュースしたり、はい、キャスティングしたりっていうのがあるんですけど、うんうんうん、個人をプロデュースっていうのとちょっと違うので、うんうんうん、はい、キャスティングをさせてもらったっていうのはありますけどね。例えばそうですね、まあ、もう今や有名になられている土屋太鳳ちゃんが、はい、土屋太鳳ちゃんの初主演映画は僕キャスティングやらせていただいてます、もう10年前ぐらいなんですけど、まだ太鳳ちゃんが現役高校生だったんですよ。そうなんですね、はい、で僕の地元の静岡県で、うん、割ともう本当自然の山奥の方で撮影した映画で、そこに2週間寝泊まりしてもらって撮影したっていう経験があるんですけど、だからタオちゃんがまだ現役高校生で実際のリアル制服から役の制服に着替えるみたいな感じだったんですけど、だからその後に有名になった方で、うん、結構もうデビューの当時とかデビュー前から知ってるっていう方がいたりっていうのはあります。でもなんか僕がなんかその人を変身させたっていう感じではなく、まあ一緒にお仕事させていただいてっていうのは、やっぱり人のプロデュースというだけではなくて、うん、作品自体をプロデュースして、ね、作品の一部としてのキャスティングっていう、だからあの、その人をプロデュースっていうわけではなくて、その作品にプロデュースサーとして関わってて出演していただいたり、はい、そういう形なんで、はい、今は何か作品とか作られてるんですか？うん、そうですね、今はですね、結構その CM とかが多いんで、 CM のキャスティング、あとまあ時代とともに今映画からサブスクの世界、例えばネットフリックスとか、はい、そういう方に移行しつつあるので、うん、結構今いろいろ僕やらせていただいてるんですけど、結構 CM も多かったりするので、うんうんうん、CM ってね、ごめんなさい、なかなか言えないんですよ。あ、そっか、今やってることってこういう、まあ、何かあるんですね。そうなの、だいぶ先にならないと言えないことが多くて、はい、そうなんですね。またそれはちょっと改めて、あ、ぜひぜひ教えてください。言える時期になれば、出たら、はいはい、言わせていただきます、ね、でもいいですね、はい、なんかそうするとなんか出てるものが、うん、あ、これは実は太田 P が関わってるんだっていう風に、ね、っていうのもね、意外とあったりします、ね、違う目で見れますね。そうですね、はい、なるほど、はい、あの太田 P から見ていて、うん、ミセスユニバース出ている方って、うん、やっぱり年齢層もそれこそ先月でいうと、うん、優勝者の方が64歳だったり、すごい、そうなんですよ、はい、で一番上は80代、はい、82歳の方も、すごい、そう出られていたりするんですけど、それワクワクですね。そうなんですよ、ね、僕らの親世代よりもさらに上の方が、はい、はい、なんかいいですね、人生こう輝いて、そうなんですよ、ね、いくつになっても輝きを、はいはい、素敵ですね、うん、そうで、私は本当に、はい、あの年齢だとかそういったことに関係なく、うん、誰でもが挑戦できる世界を作りたいって思ってるんですけど、うん、いや素敵です、素敵です、はい、なんかぜひプロデューサー目線に一つアドバイスを、はい、なんかね、別に僕がなんか上からそんな偉そうな目線じゃなくて、うん、僕の番組にゲストに来ていただいた方にも結構、うん、割と最近来ていただいた方で、あのモノマネタレントで藤川直美さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方すごくプラス思考で、もうものすごくあのなんかキラキラオーラなんですよ、いくつになられても、いいね、だから、うんうんうん、その方にそういう美の秘訣伺ったら、はい、やっぱりなんか年齢とか数字を数えないで、でやっぱりこういろんなものをポジティブシンキングとか、うんうんうん、マイナスのことを考えないで、はい、常にこう自分の中でプラスに変換して、うん、なんか人生楽しんじゃうって、なんかそうするともうすごく考え方ですね、そうなんです、まあ、なんか世の中こう常にちょっとマイナスなことを考えがちじゃないですか、うんうんうん、そこをあえて自分の中でこう切り替えて、うん、プラスで考えていくっていうこと、なんかすごくなんかもうキラキラしてて、確かに、いや本当見た目だけじゃなくてなんかこう中身も、うん、なんかハッピーオーラが出てて、うんうんうん、なんかこっちもなんか元気いただいちゃったって感じだったんで、あの、はい、ゲストに来ていただいたりしたんですけど、うんうんうん、はい、そういった方はなんかすごくいいなと思いました、はい、いやありがとうございます、はい、やっぱり、ね、自分の考えてることって自分が一番聞いているので、うん、プラスなこと考えるとなんかキラキラしそうだなってすごい、うん、はい、学びになりました、はい、僕もそういう風であり
びたいなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、またあの14時から、まあ、私もちらっと、ね、はい、登場させていただくので2時から僕の番組ありまして、オープニングで少しね、はい、うん、なのでちょっとコラボをさせていただくということで、ぜひぜひ後ほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ではスローラインさんで、はい、少々をお願いいたします。ではですね、今日初、ね、登場ということで、この後14時からの太田 P にゲストとして来ていただいたんですけれども、やっぱりね、プロデューサーという立場で見ているところっていうと、声ですとか、あとはやっぱり思考っていうところとはね、創意工夫っていうなんか素敵な4文字熟語もいただけたかなというふうに思うんですけど、はい、ではですね、あと20分間で私の方からは自分オリジナルの美を引き美を磨く秘訣の3ステップっていうのをお話しできたらなというふうに思っております。はいですね、労働経済学者の研究では、とにかくルックスによるなんか障害賃金格差っていうのが2700万円あるっていうような研究があるという本が出ているんですね。でもそれを聞いて、なんかやっぱり綺麗な人の方が得なのって思うと、なんかそうではなくて、
綺麗っていうと何かこの人がね、例えば芸能人だったら100点だとか、太っていたら綺麗じゃないとか、そういうことではなくて、自分で自分の鏡を見た時になんかやっぱりプラスな行動ができるだとか、そういったことで変わっていくっていう風になっています。はい、ではですね、一つ目の自分オリジナルの美を磨く秘訣3ステップなんですけど、ステップ1はまず美しい人になると、ね、自分で決めることです、ね、なんかそれこそ、ね、美しさと、ね、年収だとかそういったことに関係があるならなおさら、ね、ステージアップしたい女性が自分自身の美を磨くことは必須だと言えると思うんですけれども、なんかこう美しくなろうってする行動ってやればやるだけ必ず成果がついてくるんですね。なのでなんだろう、痩せるとか、ね、太るとか整形するとかね、そういうことではなくて、なんか自分で綺麗になるって決めると、なんか自分自身の人生を生きる人になれるっていうふうに、そう、私はそう思います。はい、ね、もうなんか本当実際に、ね、ミセスユニバースでも20歳以上の全ての女性が参加可能だったり、ね、あとは外見の、ね、美だけを競うわけではなかったり、ね、コンテストだけど競い合う競争ではなくて共に作る、ね、競争だったりっていう風にコンテストしているので、なんか本当私もなんか長きにわたりステージアップっていうことを、ね、プロデュースしてきたんですけれども、なんか皆さんなんかすごく痩せたとか整形したとか何か変わったっていうのではなく、なんか周りの環境を変えたら自分のいいところが認められた、そうで、その結果綺麗になるって決められた、なんか自分がいいところでもっと社会に生かそうっていうことが決められたっていう、やっぱりね、この3ステップのうちの一つっていうのは、まあ、自分で綺麗になるって決めることかなっていうふうに、はい、思っております。はい、では2つ目なんですけれども、ステップ2、他人軸ではない自分らしい美しさを知るっていうことじゃないかなというふうに思っております、ね、じゃあここで質問なんですけれども、なんかどんな、ね、美しい人になりたいですかとか、あとは人からどんなふうに見られたいですか、ね、そういうふうに聞かれたら、なんか皆さんどういうふうに思いますか。なんか過去の私のイメージっていうと、美しい人っていうのはなんかそれこそ痩せているとか、なんか目が大きく顔が小さいとか、なんか清楚でコンサバなファッションが似合う人なんじゃないのとか、ね、万人受けする人が美しいんじゃないのなんて思っていたこともあるんですけれども、なんか海外のコンテストの大会に出たことで、なんか私の価値観っていうのが一気に変わったんですね。で、どうして変わったかっていうと、本当に世界にはさまざまな美の基準の方々がもう色とりどりにね溢れていたんです、ね、先ほどの創意工夫っていうね言葉もいただいたんですけれども、なんか本当言葉の通り、それぞれもうそれこそサイズがねプラスサイズの方でも肌の色がね白い方も黒い方もね、アジアの方も、ね、髪の毛のなんか状態だとか目の大きさだとかそういったことにね関係なく自分で工夫をして何が自分がねいいところかなっていうことをよく知っている方たちっていうのをね思いました。はい、なのでですね、まあ、私のね考える2つ目の美しさっていうのが、まあ、世界基準の美しい人とは他人軸の美にとらわれないっていうことかなっていうふうに思います。ね、例えば他人軸の美っていうと、じゃあ痩せている方がいいんじゃないかっていうと、ね、痩せてなくてもいいだったり、あとは目が大きくて顔が小さい、なんかそんな人がいいんじゃないかなと思うこともあるんですけども、これも一つの個性だったり、ね、あとは清楚でコンサバなファッション、それがいいんじゃないのって言われることもあると思うんですけど、まあ、そうではなくてね、似合うのが一番、ね、あとはね、万人受けするのがいいんじゃないのって思うこともあると思うんですけども、万人受けしなくてもいいんですよね。そうなので、世界基準の美しい人っていうのはなんか他人軸の美から自由である、ね、そこがすごい共通点じゃないかなって思っております、ね、なので本当に自分の体型とか髪型や肌の色を人と比べることなく自信を持っているですとか、
ね、あとは自分のいいところを知って自分が人にできることを生かしている、ね、そういうことができる人なんじゃないかなって思います。ね、なんか本当にミセスユニバースも年齢も、ね、身長もそれこそもともと男性と生まれとして生まれてで女性に手術をして変えられて性別を戸籍を変えられて挑戦されている方とかもいらっしゃるんですけど、と皆さん自分が何ができるかって自分はこういう風にしたら美しいっていう自分に似合うものっていうのをよく知っているんですよね。なんかこれ他人軸自分軸っていう B で言うと、例えばね5キロ痩せたいとすると、まあ、この5キロ痩せたいね本当の望みは何かっていう風になるんですけど、例えば他人軸で言うとなんか、ね、旦那が痩せてる人が好きだからとか、あとは痩せている人の方が、ね、評価されるんじゃないとか、ね、それこそ怠惰な生活をしていると、ね、思われたくない、ね、なんかだから5キロ痩せたいみたいに思うことってあると思うんですけど、そうなんかそうではなくて、例えば、ね、自分の好きな服を着て自信を持ちたいから5キロ痩せたいだったり、あとは自分の健康のために痩せたいとか、であとはストレス過食と、ね、無縁になりたい、でそういったなんか自分がやりたいからっていうことを理由に5キロ痩せたいっていうのはねすごくいいと思うんですね。はい、なので本当に他人軸に、ね、振り回されないあなたらしい美しさっていうのをね知ってほしいなっていうふうに、はい、思っております。うん、はい、で最後ステップ3なんですけど、なんか実際に今のあなたをね表現するっていうことがなんかすごく大事なんじゃないかなって思っております。なんか本当にたった1枚の写真でも1枚の写真のイメージからいいループを作って人生のステージが変わることっていうのはねすごくあると思うんですね。またこれどういうふうにするかというと、例えば写真を見てなんか私ってこんなイメージなんだってまずなんか自分で認識をする、それこそなんかこの写真とかすごいキリッとしてかっこいいからなんか意外と私ってなんかしっかりして見えるんだなってなるとね、こういう風なファッションも似合うのかなとか新しい、ね、自分を発見したりできますよね。はい、そしてなんか SNS になんか投稿したりしてなんか周りの人の反応とかを見るとね、すごいこのお洋服似合ってますねとかね、反応を見ることもできると思います。でそういうふうにセルフイメージっていうことを変えていくとなんかどんどん行動も変わると思うんですね。なんかもっとこういうものも似合うかなって新しい挑戦してみようだったり、ね、なんか素敵なコスメも使おうとか、ね、綺麗な場所に行こうとかね、そういうことができると思います。なんかいいサイクルっていうのは、例えばなんかこうこの写真の私いいかもとかね、なんか今日スキンケアうまくいったかも、なんか今日の髪型ちょっと決まったかもって思うことによってなんか少しでもいつもの自分よりなんか自信がついて行動が積極的になる、ね、でそうするとなんか社会的になんか前向きななったり考え方がね、先ほども全てねプラス思考に考えている、ね、女優さんの方がいらっしゃって、なんか一緒にいてもすごいエネルギーもらえるっていう風にね太田 P も言ってくださったんですけど、なんかそれと一緒でなんか少しでも誰かと比べてではなくて自分に自信がつくと、なんかね、いろんな出来事があってもプラスなところを見てなんか前向きになって、ね、ポジションも上がろうって思ったり周りの人を、ね、幸せにしたりすることができると思うんですよね。はい、でそこから、ね、例えば収入アップに、ね、つながったりすると、じゃあ収入アップした分、ね、また美容とかファッションに、ね、再投資が、ね、できたりっていうような、そういったね良いサイクルっていうのが送れるんじゃないかなって思ってます。で逆に悪いサイクル、悪いというか、まあ、負のサイクルで言うと、例えば鏡を見てなんかまたなんか白髪気になるとかね、なんかもうほうれい線も気になる、でもまあもう年だししょうがないよねっていうふうに、まあ、自分で自分に聞かせる。でそうすると例えばデパートとかで素敵なお洋服を見てもまあなんかあんなの若い子が着るものでしょうねっていうふうに思ったり、
自分で自分をどんどん諦めさせるっていうようなそういう、ね、思考とか行動っていうのをしていくと思うんですよね。そうするとなんか収入があったとしても自分になんてかけるのはもったいないからだったら他のことにかけようっていうような形でなんかどん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 自分のことを、ね、ないがしろにしたりするようになってでそうすると、自分の、ね、自己肯定感とかあとは美容っていうことで言うと、ちょっと負のサイクルに入ってしまうんじゃないかなっていうふうにそう思います。でなんかそういう、ね、負のサイクルに入っている方のなんか特徴じゃないんですけどそういう方がコンテストに来てくださるとなんかね、タイトルだとか私にいいところを見つけてって何かタイトルちょうだいっていうようななんか人から何か、ね、与えてもらおうっていうようなそう気持ちで来てしまう方も多いんですけどでも実際にタイトルが取れたりっていう方はタイトル云々ではなくてなんか自分が与えられるものをね人に与えようっていうような方がすごく多いのでなんかそこの違いはあるんじゃないかなっていうふうに、はい、思っております。はい。でですね、また加えてなんか人はいろんな側面がありますよね。でなんか写真っていうのは本当1枚じゃなくていいんです。写真だけではなくて、ご自身のイメージとかプロフィールっていうところは1枚じゃなくていいと思ってるんですけどそうなんか本当に私もいろんな面でなんか見せ方を、ね、効果的に変えてるんですね。なんかそれこそ求人サイトの採用募集の時だったりなんかそうではなくてねコンテストのプロデューサーとしての私だったりで自分がコンテスト出る時の私っていうところってなんかすごいね雰囲気っていうのを自分で、ね、写真だとかそういった、ね、メイクさんだとかカメラマンだとか、ね、プロの力をね借りてるんですね。はい。ね、なので本当印象付ける写真によってあなたについていきたいってファンが生まれるほどなんか現実がどんどん変化していくと思うんですね。はい。ね、なのでだからこそ本当になんかこの美のサイクルっていう仕組みを活用して写真ですとか、ね、プロの力っていうところの、ね、パワーを借りてでもともと自分が持っている良さっていうのをなんか引き出してもらうことっていうのはもうすごく意味があることだと、はい、思っております、ね、でここまではですねちょっとビューティーアップの美をアップする、ね、3つの3ステップっていうことをお話しさせていただいたんですけど、はい、また最後にですねコンテストのお話もちょっとさせていただきたいなと思うのでここで一つ音楽を挟んでいきたいと思います。はい、では竹内愛さんの愛恵泉お願いいたします。
はい、ではですね、もうなんかあっという間に本当にあと4分ぐらいで、ね、今日の番組も終わりっていう風になってしまったんですけど、そう今日はなんかね特別編っていうような形で、初めて私一人でね話させてもらったり、ね、途中で太田 P にも来ていただいたっていうような、なんか特別編な番組になっております。はい、来月はですねまたコンテストに出てくださった方に来ていただくので、いろんな方の人生ですとか、ね、なんか人生の秘訣とか美の秘訣っていうところをね伺っていこうっていうふうに思っています。でも私なんか皆さんのお話聞いていて本当に思うことは、褒められていないと か、 なんかそれこそ家事や子育ては当たり前だとか、なんかお母さんだから、ね、子供がいるから、なんかこういろんな制限をしょうがないって諦めてる方、あとは自分なんかと思って可能性を信じていない、なんかそういう方って本当に多いなって思うんですね。そうなので、なんか本当は自分も周りも幸せにしたい、そうだけどなんか女性たちはね、なんか自分のことを後回しにしがちだなっていうのを、はい、すごく感じています。そうなので、なんか私たちがやっているミセスユニバースっていうと、なんかついなんか美しい人、なんか美魔女の、ね、1位に決めるのなんて言われ思われることもあるんですけど、ね、そうではなくて、本当にいつも周りのために、ね、頑張っている、なんかあなたにこそなんか自分のために時間を使って自分が、ね、ステージアップをすることっていうのを、ね、許可しませんかっていうような、はい、思いでやっております、ね、であと本当2分ぐらいとなるんですけど、なんか私がなんかなぜミセスユニバースを開催してるかっていうと、女性の、ね、自己犠牲っていうのがずっと気になっていたんですよね。私はコンテストを始めた時っていうのは、今は結婚してるんですけど、まだ未婚だったので、なんかミスコンから始めて、その後ミセスコンテストを始めた時に、なんか未婚の私がねミセスコンテストできるのかなっていうふうに思って、ちょっとね恐る恐る始めたところもあるんですけど、いざやってみたら、なんか自分自身が自分がずっと、ね、私の心の、ね、奥底には、なんか女性はね結婚したら自己犠牲なんだって、なんか自分の母を見て思っていたっていうことを思い出したんですね。それこそなんか私の母は22歳で結婚して23歳で私を産んで、そう専業主婦だったんですけど、なんかいつもお母さんばっかりって思っていた。なので私もって、しかもなんか私自身も女子校に通っていたりしたので、なんか、ね、良妻賢母っていうものが良しとされるのかなっていうふうに思っていたことがあるんですけど、でもコンテストを開催したら、なんかお母さんたちが、ね、輝く姿っていうのがたくさん見れたんですね。そうで、そうするとなんかそれはね私の母にも経験してほしいなって思うものですし、私自身がなんかね年齢重ねることだとか全然怖くないなっていうふうに思えたので、本当に全ての女性に、ね、コンテストではなくてもね、ぜひぜひなんかみんなでそれぞれのいいところを見つけて、なんか優しいね世界を作るとか、なんか美のエコサイクルっていうようなことをやっていきたいっていうのが、私たちミセスユニバースジャパンの目標でやっております。はい、ではですね、もう時間ぴったりになるので、今日はねここまでで終わりにしようと思うんですけれども、9月23日の日にまた来年のコンテストの説明会もありますので、ぜひぜひ気になる方は、ね、LINE とか登録してくださると嬉しいです。インスタとかでも告知してますので、ぜひよろしくお願いします。では 来月ですね、はい、来月もご一緒できることを楽しみにしております。また素敵な9月をお過ごしください。